待って待ってる間ここに座って見てみるのが良いかもしれない。きっとどっから声聞こえるの？さあ、今日も一日終わった。終わったのかな？後ろはこれから何をするんじゃ？我こそは予定があるよっていうもの。帰ろうか。お家に帰ろうか。そうか。最近であれば、なんだろうな、春といえば何がうまい、わかるもの。なんじゃ、いちご。あ、良いな。いちごと合う酒とかあるかないか。難しいな。お、いちごを1日ぐらい冷凍しといて、それをウイスキーにつけて、また1日ぐらい置いとくと。それはいかような味。ほんのり甘くて色も落ちるんですよ。あ、で炭酸で割ったりとか。おしゃれ。良いな。またこうして酒の知恵も手に入れた。ありがとう。じゃあ他塩気のあるもので自信があるというもの、春にこれが合うよっていうのを人のものおるか。あるか。何がいいだろうな、この春といえば。魚は何がいいんだ。サマは秋だろ。サワラ。何で食うといいかな。ああ、煮ても焼いてもお好きになあれということか。サワラもいいな。アサリとかハマグリ。ああ、深いですね。クワナから、そうはクワナの焼きハマグリっていう知っとるか。コロナのハマグリ言わないけども、そう、そういえばこの間日記帳にてな、精のつくものなんだという話を聞いたけど、たくさんのものがあったな。今ここでも聞いてまいろう。精のつくもの、自分これが精がつきますというの。なんじゃ。肉。一番いい肉理想的だな。他にはみんな精がつかんのか。例えば辛いものであったり、あとは、まあ、ニンニクとかかな。ちょっと翌日があれだけども、ちょっとまあしかしながら現世というのはニンニクなるものをな、食した後でも無事に人と会うことができるものがたくさんあるで、徳川様曰くニンニクというのはな、このやはり体に毒らしくて、それを食べた後に血液にそのニンニクの成分が回るそうなんだ。故にこのそこから息に漏れるということで、胃からではなく肺から来るそうらしい。また知識が増えたんだらしい。てっきり胃から来るニンニク臭でうってなってたのが肺かららしいで、もう開くのを待つしかないらしい。故にそのために膜を張ったりであったり、この綺麗にするものあるだろう、現世の爽やかになるやつを、あれをたらふく口に含んだりとするのがいいらしい。しかしら現世思った以上にこのニンニクがつくもの非常に多いな。例えば餃子、あとはスタミナなんちゃらとかいうやつとか、あと何がある、西洋だったらアヒージョとかいうのがあるな。アヒージョってなんだ。なんかただの油、ただの油ではないな。油になんかニンニクのようなものを入れてグツグツするのをつけて食べる。あれもな、西洋日の本の文化ではないけども、日の本でニンニク料理何がうまいかな。何かあるか。まあ男は黙ってニンニクの丸焼きとかいいかもしれんけど、素焼きっていうのはあれもな、この思った以上にな、甘みがあるというのがな、好きなんだ。おそらく女子たちはニンニク大好きだろう。女子ももちろん好きだと思うけど、どちらかといえば女子は結構あの気にするんじゃないか。この人と接する際にグッてなってしまうといかんで、気にせんといかんで。おの子はな、おの子同士だったらな、別に気にしないってなると思うけど、おの子も好きなおなごであったり、おなごに会うときやらやっとかんと、この人ってなってしまうとな、それで関係がもう爆発してしまうかもしれんで、気をつけんといかん。そうなんじゃわな。しかしながら我らの時代というのはそのような、な、現世ほどな優れていなかったで、そういうお口のであったり、このお腹の周りをきれいにするというものなかったで、非常に現地は優れておる。羨ましいわな。我らの時代はな、精のつくというよりもやはり験担ぎを
しておったな、言葉の意味であったりというのは。そちらの方で飯食っとるったんだけどもな、現世ではどうだ。今日も刑事殿が言ったけども、やはりこの日の元では意味をな持つっていうものが大事な。例えばカツを食べると、そのカツを食べて勝負に勝つという意味があるらしい。他何か思い当たるものおるか。例えば何かあるか、カツ以外に。なんかあったと思うんだ。わしもちょっと今思い出せるのだわ。しっくりこん。あ、そう、まあおせちとかでもな、この数の子とかも子だくさんに意味があるであったりとか、あと黒豆な、あれも頭が良くなるというのがあるけども、非常にこの日の元というのは食べ物の意味を尊重しているということで、と考えるとな、おそらくそのような文化を持っているのは日の元だけではないかなと思うんだけども、他の外国でそういうのも聞いたことあるか。あまりないか。ということで、やはり日の元だな。日の元はそういう言葉であった意味の文化を尊重しているという、やはり素晴らしい国だなと思っておると。みんなも食はありがたみを持って食べるのも良いやもしれん。この最近思うことがあるのが、現世よくお残しするものが多いなというのがな、よく飯食うときあるのはな、それだけしか食べていないのかっていうのもおるんだけども、なかなかあれだな、我らの時代であったら、特にな農民たちであったら、そういうのを見るとな、ちょっとこう現世はよろしくなったなと思うかもしれないけど、可能であればきれいに食べることがいい。それか、まあ自分の食べれる範囲で食べるであったり、わしもこの現世の情勢というのを聞いとると、あれだろう、この一日の食事の残した総数が何トンとか何十トンとかってなるんだろう、なんか世界的にも何トンってなって考えると、非常にな虚しさを感じるで、家にみなみなも出されたものはしっかり食べるように、そんな米粒一粒だと全部食えとは言わんけども、食べれるだけ食べてもらいたい。急に話がなんか深くなったな。深くなったけども、そうだな、最近どうだろう、何があったか。熊本だろ、絆だろぐらいか。他は特になかったな。みんなの中で最近こういういいことがあったというものおるか。我こそはおらぬか。また何か思い出ができたと言ったり、例えば何かの大会に出たとか、賞を取ったとか。まあおらぬか。お主たちも最近いいことあったか。後ろじゃそのおの子や、いいことあったか。お、うまいこと言ってくれる。一期一会だな。ちょっと今持ってるもんがないで、ちょっとあげれんけど、すまんか。今度朝鮮飴をやろう。現世の朝鮮飴すごいな。わしが作った朝鮮飴が作らせたやつだけども、ホワイトチョコレートなるものになんかこう上乗せするみたいな、を朝鮮飴の上にそのチョコレートなるものをこうくっつけるというものを最近熊本では作り出したそうなんだけども、純粋にその朝鮮飴そのままでうまいと思うんだけどもな。しかしながら、まあ現世の若い者たちのが受けというものを考えると、やはりそういう道も良いやもしれん。というのはこの京都でも有名な八橋があるけども、あれも中身がな、時代を経つにつれて様々な味に変化をしている。例えば果物の味、いちご味であったりバナナであったりと、徐々にこの八橋ってなんだっけってなってしまう瞬間があるんだけども、それもまたな、また新たな発見として良いやもしれん。八橋好きだよってもの、みんな好きなものだ。この人何味が好きだ。いちご、チョコ、お抹茶。ほぼほぼあれだな、この 今のやつなんだな。確かに、そうか。私も何味が好きだろう。いや言うて、実は年末だな、神戸に向かう際に様々な行く道中、鉄かごで湧いてんだけど、徳川家康様と共に、その際にこの泊まってな、各所各所に行って、そこでその場所の有名なものを買って食べさせられるといったものがあったその際にな、このわしが寝ている間に徳川家康様がこうわしに無理くり八つ橋を食べさせるということがあったんだけども、
徳川様役一つ橋、二つ橋、三つ橋、四つ橋、五つ橋と八つ橋、要するに八口食べるまでダメという勝手なものが吹き込まれて、それを信じて食べたものの本当に死ぬかと思ったよな。まことに主らはあの餅関係とかそういうもちもちしたの多分本当に気をつけた方がいいです。天に帰るでな、本当に天に帰る。あとこの五平餅みたいなものあったんだけども、それもそのこの滋賀県では一口で食べるのがまあ粋な計らい、粋な食べ方らしくて、普通に顎外れるなって。それで食べた後もう一口となって、その時は喋るために徐々にこうここに侵食していったらこれはダメだと思ったけどね。でに南野もしっかりとよく噛んでから、現世もよくあるだろう、この知らせ見て喉に爪おらしてしまって手に帰ったとかいう知らせがあるんで、家に南野もぜひともそれは気をつけてもらいたい。まあ、ちなみにそのようないった詳細というのがな、我ら名古屋おもてなし武将隊の公式ホームページであれ売っとるか、その総踊りというな DVD なるものがあるので、そこにてそのわしが死にかけた映像が入っとるので、ぜひとも見てくれ。この道中というので総踊りというものがあるんだけども、みんなで楽しく踊る1年に1回だけある、みんなが集まる全国から武将隊が集まる催しあるんだけど、それに踏まえてな、みんなで楽しく踊るというのがある。その踊りを我らが全国の武将隊に教えに行くという企画があったんだけども、そこにて道中にて何かを食べさせられるということで、寝起きに信長様であったらブブ漬けと、何も入ってないブブ漬けと、きな粉元気だな。どういうこと？な、元気な大きな小田様元気が出るってわしが教えたんだ。虎の刻に起きて鍛錬勉学に励んで、大きな声を出せば元気が出るよと足形に吹き込んだ結果これだ。そういうことじゃないんだよな。わしが伝えたいのは、自分を奮い立たせたいときに大きな声を出せばいいと言ったんだ。この戦の際にもな、この敵に向かう際に自分を奮い立たせるためにあーとやーと叫ぶんだけど、そういう風に言ったんだけど、なんか常にでかい声ばっか出してるんで趣旨が変わってしまった。どう教えたらいいんだろうか、難しい。あるけども、まあこのような、まあ、足があるだけではなく、他の民たちにもな、我らの生きた時代の在り方であったり、そういう生き方を教える時もあるで、ぜひともまた聞いてくれ。顔を描きたいんだな、誰か。さあ、しかしながら先ほどもちらっと出た加藤家家訓とあるんだけども、これ、まあ、加藤家家訓というよりは400年前もあったんだ、実際に虎の国に起きたんで目がくに励めと。他にもな、しかしわしなが自分でも思うんだけど、結構きつめのことで取ったんだわ。同じ失敗を二度したら腹を切れであったりとか、争い事が起きたらすぐにもう死ねとか、結構きつめのこと言ってしまったんだわな。家に家臣の者たちもちょっと戦々恐々としちゃったけども、やはりそれほどのな縛りを強くせんと、やはり民はまとめ上がらないということがあったゆえに、現世はそのようなことがないでな、非常に平和でござるということで、まあ、かくいうわしもな、昔は秀吉様の言いつけを守らなかったりというのもあったんだわ。まあ、最たるものであったら、まあそうかな、無断で出陣したといってあったりとか、あとは出兵の際にな、異国に出兵した際にな、秀吉様のに黙って勝手に豊臣の名前を名乗ったりとかしとったんだわな。我こそは豊臣清正だ。それを石田三成が密告するとか、そういうことがあって、わしは連れ戻されて蟄居禁止処分になって、南名も人が言ったことは守って、その守れる範囲内で行動することが一番大事だ。まあ、自分でな何かを持って行動するっていうのも大事だけども、やりすぎると怒られてしまう、わしのようにな。さあ、むしろおの子たちは今からどうするんじゃ。これから味噌カツ。あ、良いな。ちょっと大人の事情で店の名前は出せんけども、この名古屋というの味噌カツが非常にうまいところがあるで、まあわかるだろ。大体どこがうまいかっていうか、察しやすくだろ。家にそこに行ってくれ。
こが一番味噌カツでうまいって言ったらそこだから、ぜひとも行ってもらいたい。危ない危ない。ヌシラは味噌カツ以外は何か食べ申したか。スガキ屋。スガキ屋、おいちゃつだ麺がな、他にはまだ、あ、オクラトースト。ああ、良いな、喫茶文化が非常に我らは発達しとるね。あ、キシメンは食べたか。キシメンはまだ。キシメン、なんであんな平べったいか知ってる。こちらというのがな、この名古屋というのがな、職人がいっぱいおったんだわ。効率を重視して早く食べるため、早く売り上がるためにあんな平べったくしとった。あれになったな。右なのか左じゃないのか。無償だろんだろ。俺。お疲れさんじゃ。お疲れさんじゃ。昨日。どうした。ボーイズ&メンのライブ演舞見に行ったぞ。よかったぞ。すごかった。あ、このボーイズ&メンというのは名古屋のアイドル。そうじゃ。あのレコード大賞新人賞も取った、うん、我らもよく戦をするな友でござるけど、一緒にな戦うことあるけど、いかがでございますか。すごかった。まず1曲目わしの曲から始まったで。えかぶいてっていう曲があるんだけど、そこから始まったから。前田様、電源があ、戻ったのか。戻ったな。取りますよ、いいですよ。たまにな、こういう事故が発生することあるね。これ取ろうと思ったら電池がないっていうのが浮かんでよかった。はい、あるんだけども、先ほど申したな、ボーイズ&メンドロたちとも仲良く共に戦をすることがあるで、また機会があれば会いたいものだ。そうだな、多くのものが集まったんだろう。そうそう、のかぶいてっていう曲で扇使うのよ。マイ扇使ってやるんだけど、持ってこればよかったと思ったもん。わし買ったのか。いや、わし買ったのはね、ペンライト買ったペンライトっていうの。ペンライト買ったよ、わし。光るあれ、このこうやって光ってこうやってやるやつ買ったぞ、わしただ、買ったんだけども、あの、ちょっと恥ずかしすぎて出せんかったまあじゃあ、驚いたね、わしは武士と武士という我ら戦があるんだけどな、あの、ゼップでやった武士ベースっていうの、武士ベースやった時に、まあ、近い感じのことをやっとったわな、うん、客人の皆々がこうやって使うんだよってやっとったんだけども、うん、まさか小野田自身がそっち側立つと思わなかったから、どのように参戦すればいいかわからなかったけども、急に始まる前に小野田たちがみんな立ち出して、こう、え、立つのと思って、そしたら音が流れ出して、あ、立たねばならんみたいな雰囲気になって立ってすごかった。そういった体感がなんかあるのよ、なんか清盛隊みたいな、このコール&レスポンスになるものが、うん、もう掛け合いがすごくて、隣がすごい若い女子だったんじゃけども、早すぎてね、言っとる言葉がついてけんな、わしもう、もうおじいちゃんだから、もうついてけんこの教授殿いくつだ今で、ね、474だから、早すぎて表紙がもう全然ついてけんよ、ほんとに。我らアラウンド400、アラウンド400今少しきついな、ちょっと厳しかった、難儀じゃって、でもエリア楽しかった、まことに。ああ、よかった。で、もう人がすごかったな、倍率が24倍、24倍ぞ、24倍、24人に1人しか当たらんて、素晴らしいな。で、4階席までもいっぱい、すごかったわ。もういや、非常に良いな、この名古屋の地というのに多くの人が集まるというのが、もうそれをもってな、他県から他国から参るわけよ。これも一つの観光じゃからな、うん、我々の名古屋世界一に立つべきの戦いを、あやつらも一緒に戦ってくれてるということで、終わりの神風ボイミンガー、素晴らしい。で、あの大和ダンシングも見たから、生でダンシング、そう、新人賞取った曲、かっこよかったぞ。もう光にキャラさん一人ずつ立ち上がって、で、ちゃんとな、考えてくれてる一人一人がちゃんとこう歌う場面がちゃんとあるんだよ。ちゃんとムシャが好きな武将人笠がおるみたいに、ちゃんとそいつがちゃんと当たるところがあるんだよ。パワーで、三英祖三英傑みたいな、ヤンキーファイブと誠っていうのが分かりとったそこもうまいことやっとって、で、最後のな、談義、トークなるものも曖昧にあるんだけども、うん、そこも一人一人が光るように回すのよ。頭で言う水野殿と本田殿が、それぞれのヤンキーファイブと誠の頭が回すのよ。で、なかなかな、ちょっと口下手な面々もあるんだけど、そこはもう最後にうまいこと持ってってやって、光ブワー浴びるようにやって、もうタイの愛を感じた。もう7年一緒にやっとるから、それこそ平松のなんか中学生っていう年齢からやっとるから、もうすごい固い絆を見た。
よかった、あれはもういいもん見たと思った、わしは。私もう一度見てみたいな映像、ほんとにもう、多分こうやってやるよ。わしもやっとったもん、こうやってこれやっとったもん、こうこうやって。ただ、長期戦なのよ。あの、演舞15分かと思ったの、わしは、うん、全然長い。あの、2時間ぐらいあったから、あの、我らの演舞とまるで違うから、うん、僕が長かったから、立ちっぱは大変じゃな、あれ。あ、そうだな、まあ、我らはな、先日、能楽堂で絆という舞台やったけども、それは、でも、1時間ぐらいか、まあ、1時間、まあ、結局、総じて1時間半から、まあ、2時間あるかないかぐらいじゃけれども、座っとれるだろ、あれは、うん、立ちっぱさか、すごいよ。足腰も鍛えれる、だって、能楽堂で同じは立ってこうやってやるんじゃん、みんな出てきたら。すごいだろ、その光景。全然雰囲気合わない。だって、我がの名前の刑事、刑事様ってこうやってやらないかんのよ、ほんとは。すごい。で、また共戦ということで、あれは東海テレビの、我らもな、よく世話になってる東海テレビののと、うん、ファミリーマートの、そしてサークル系ののが戦についてくれて共戦して展開したという多くの支持がありて、さよ、さらに他のいろんな企業が活躍いたして、すごかった。素晴らしいな。我らもああいった戦渡りできるよう頑張ってたなと思って、しないでさらばじゃ。気をつけろな、良き週末を。いやー、いい草だったわ。またなんか機会があったら、みんなもな、ぜひとも行ってもらいたい。で、最後わし、挨拶しに行ったのよ。もう戦バーって見に終わってから、バーってな、絡めてから入ってって、僕らさんじゃったーって、全然気にしないそうそうそう、立ち場ダメ、立ち場ダメ、座りたくなって、まあ、その絡めてからね、裏門からバー入ってって、で、ご苦労さんだったーって言ったら、いい汗、みんながいい汗かいとるのよ。全然なんかベトベトしてない、汗が。汚くないの、汗が。もうすごいサラッサラ、綺麗な汗。もうなんか光っとるも、汗が。それは…いやーっつっても、わし、それに当たって、うわぁ、あーっ、こうなんかもう昔、清松がやっとった、あの、日輪が輝いてるじゃないけど、輝きすぎずに踊るよ、もう。それは、何回避してるのか、いや、別に退避してるわけじゃないけども、わしではもな、こう必死に汗かくな、ものじゃけれども、いい汗かいとるわ。あの汗は多分、舐めてもしょっぱくないぞ。もう舐めたいよ。いや、別に舐めたいよって言うけど、しょっぱくない汗よ、あれは。もう甘い、甘い汗、甘い汗かいとった、あれは。すごかった、あれは、誠に。いいもん見た。うん、で、もうみんな、もう一生懸命、懸命に走っとって、もう足が来た時はもう全力でありがとうございましたって言ってくれたで。よかった、もうわしもこれからもボイメン家臣として頑張っていこうかなって。いつからボイメン家臣？あの、生まれた時からボイメン家臣です。誰が好きなんじゃ。誰が好きは決めれませんな、わし、まだもうみんな、みんなええですよ。もうみんな光っとった昨日は。痛い痛い痛い。皆さん、曲げが枝にお引っかかりになっております。お引っかかりやすます。これ。良いんじゃ、桜じゃろ。皆さん、おりますか。いや、いかんいかんいかん。伐採しますか。重要文化財だ。あ、これ重要文化財でした。そうじゃよ。誠ですか。名古屋城にあるものはすべて重要文化財。え、そんなここを流していいんですか。それぐらい大事だろ。重要文化財当たるぐらい大切なものが多いってこと。さあ、ないな。まあ、でも辻元殿が面白かった。辻元殿。破壊力すごい。辻元殿の破壊力すごかったわ。あの、辻元殿は名古屋城を舞台にした活劇もやっとったのよ、昔。グランスピアっていう、グランスピアの曲もやってくれて、すごい士気上がったね、あれは。グランスピアと一回な、戦したことあるから、宵祭りで思い出したけども、あ、グランスピアだと思ったもんな。変身するとここうやってくれて、かっこいいなと思った。あれは全然興味ないな、これ。いや、聞いてる聞いてる聞いてる。グランスピアって何だったの。グランスピアってあるんだよ、メーテル殿じゃな、あれ、確か。わしはよく世話になってるな、メーテル殿で放送しとったドラマでござる。あれ、また見たいわ、続編があったら。あ、この、通じ、ボイメン殿も様々な、通じ、タイだけでもいいけど、個人個人も様々な活躍を上げてる。そうなんだよ。最近だと CBC ラジオで土屋殿がレギュラーで、あの、パーソナリティになって、絵巻奉行に。ちょっと前ですかな、ひと月前ぐらいに、あの、パーソナリティ選ばれ申して、絵巻奉行、ACBC ラジオです。すごいなぁ。土屋殿の
な。すごいよ。で、本田殿なんかも東海テレビスタイルプラスっていうのにな、毎週末昼に出とって、あの爽やかな笑顔で。で、スイッチには辻元殿出とって。すごいですよ。東海圏を網羅してるな。東海圏網羅してますよ、もう。見事な戦ぶりで。すごいな、大変じゃん。拍手止めたくなかったよ。いやでも本当に小町ばっかりよ今週。もう今週マジックプリンスとボーイズ&メンと SK48 やってるからしい。そして来週また違うアイドルに会う。誰来週チーム社長くんに会いします。なぜ。え、それはわしがやはり星の小町担当だからです。どこで知りたいんですか。知りたい。撮影戦です。どこのどこで何で出るんです。いつ何時何分地球が何周回った時もう大体1億周くらい回ったぐらいの時に多分やりますな。どこ名古屋城ですが、何の番組かちょっと忘れて。平日か。平日ですな。悩ましいわ。平日に名古屋城のゲストが名古屋城の最後。いやーマジックリドンもかっこよかったしな。平野大臣だの、あのかの有名ななんか飛び箱のあるものがあるんですけど、それで日の本一番。なんならその学生時代、寺子屋時代に日の本で4番目天下を掴もうとそんな成績を残してるんですよ。すごい。もう体が柔らかくていい体、いい体しとったぞ。いい筋肉しとったぞ。素晴らしい。なんで鍛えんとわしらもおじいちゃんなれぞ。やっぱ毎日鍛えることが大事やな。休むのも大事だけど、うん、今から鍛えるか。わしはもうやっとるから大丈夫。わしも鍛えとるよ。また鍛えるの体動かすの好きやから。ちょうどな、食欲が勝る時期だから、うん、食べたら食べた分だけ動いたらいいか。絆の期間中は誠に太る。太ったもんな絆は。絆いつも太るんだよ。去年5キロ太ったよな。5キロ去年な、1ヶ月くらい5キロ太ったよな、絆。なんかもうな、鍛錬終わって飯食ってるぞ。確かにな、この鍛錬したら腹が減るわな。減るわ。食って寝とったら5キロくらい太ったな。いつの間にか戻れたけど、今年そこまで太らんかったな、言うて。まだマシだった。多分3キロくらい太ったかな。あ、今年は。今年はやっぱ順調に積み重ねていくと思う。でもそれが戻るんじゃな、あの春ぐらいで。それは大事だ。わしは、あでもそんなわしは全く変わらなかった。あ、なるほど。いやまあ、その絆の時期は小野が鍛錬があって、あの自粛しとったけど。ああ、確かにな、みんなの鍛錬が多いんだよな。そうだ。去年の蒼天の定めの DVD 見ると本当に顔パンパンだもんな、わし。顔パンパンじゃんもんな。肉ついてるもん、顔に。肉つけるかみたいな。全然嬉しくないじゃん、肉好きの髪。そんな場所をわし書いてもらっても。肉好きの国どこそこ。肉好きの髪前田刑事。前田肉好きの髪刑事。前田肉好きの髪刑事。全然嬉しくないんだけど。誰からもらうんですか。秀吉様。嫌だな。秀吉様豊臣家嫌じゃん。茶店に行かれてしまってて、なぜか。秀吉様。で今日は旅祭りが、だって南は行ったかな、旅祭りは、うん、な中には行ったというものもちらほら聞くけど、うん、毎年やっとんだけど、いつもはな、絆の期間中じゃからな、旅祭り行ってテレピアホール行くっていうな、あの戦い方しとったけども、今年はその戦い方がないということで、存分に楽しめる。存分に旅祭り楽しむことだ。なんかうまいもんも出とるじゃろ。そうじゃ。何食べような明日。食べれるぞ。食べたいな。熊本の名物であったり、土佐も来てるからな。土佐の名物食べたいな。買いだめしよう。買いだめしよう。あ、いいな。そのやはりそういう特産品とかは、その自分がその地に行かんと買えんじゃろ。まあ、現世いろいろ有名、あ、便利だけど、もうその場に行ったのであれば、そういうものを売ってあるだろうぜ。それをもう買い占めて帰る。あ、その通り。そうすれば、その次行く時までな。だってそういうことをすればまた、な、名古屋でそれだけ売れたということは、熊本の面々もまた来てくれるじゃん。な、わしもな、熊本で買ったからしれんこんチップスなるものがあるんだけど、からしれんこんを取りやすくしたら一瞬で長かったもん。一瞬で長かった。
和食食べてるんですか。もうみんなが寄ってくるで、和食も食べたらそうですね。そうじゃったな、一瞬流ってしまった。懐かしいな。いやなんか食べたいな、腹減った。刑事様、名古屋駅とかに貼ってあるんですか、これ。あーそうそう、わし知っとるっす、それ。そう、去年のやつを毎年使ってくれる。毎年入りたそう。旅祭りは毎年あるからね。ありがたいな、旅祭りの語源とは知っとる。あ、知らん。知っとるのか。知らん知らんで聞いたぞ。知らんで聞いたぞ。うわー、去年そういうことわしもようやっとったわ。風の助がおったら知っとるっつって、いや知らんっつって、主が使うようになってしまったとは。風の助がおったらな、消えるんだけど。風の助知って語源知っとるのか、語源まで知っとるのか。いやいやいや、もう祭りを語るにはもうあの男よ。祭りの知識は確かに凄ましいけれども、日の元一祭りの知識のある男、風の助。あの宮川大輔の祖先で、カズノスケ言うと、いや、わしはどっちかというとカズノスケがパクったんだろって言ったんだけど、わし。いや、なんかあいつは頑固として、いや、あれがわしの子孫ですって言う。いや、絶対的にお前が後だそうって言って言ったんだけど、全然、いや、違いますって言うと、絶対違う。いや、もうすでに日の本のこの芸人のな、芸達者のものがわし使っとるのよ、この番組で。それを固くなり認めない和之助。まあ、和之助は400年前の人間だから、我々と同じ。だから、祖先らしいけど、どかんと思うけど。わっしょいの祖先。繋がっとると思うけど。わっしょいの祖先。わっしょいの祖先。それ褒めとる。褒めとる、褒めとる。ほどか。あの、わっしょいっていう語源自体が、和を背負う気がする。それを、わっしょい。和を背負う、わっしょい、わっしょい。結構重い言葉だ。和を背負うんです。それを風之助はもう覚悟を決めて、わっしょいって言ってる。絶対覚悟決めとらんて。見て分かるだろ、わっしょいの乱発。全然背負っとらんだろ、どう考えても。和を背負って覚悟がある。全然背負っとらんて。あれ背負っとる覚悟あるんだったら、わっしょいもう少し少ないの。なんじゃこんばんわっしょいって。全然背負っとらんじゃないか。確かにな。でも明るく言い過ぎじゃない、わっしょーいって。いや全然背負っとらんよ、あれ絶対。和を背負ってるんですっていうことだ。それで背負っとんじゃったら、わっしょーいってなんだろう、たぶん。別にわっしょーいって言うんだけど、背負って全然背負ってないよ、あれは。背負ってない説が出てる、うん、いや、背負ってない説っていうか、背負ってないよ、あれは。もはや背負っておったら、わし疑うよ。カズノスケを背負ってない説、背負ってない。カズノスケ背負って、背負ってない説、背負ってない。あ、説の検証いいね。検証、ちょっと今度やってみます、うん、企画でまたな、この説を検証する。あー、なんとかの説で本当かどうかみたいなのやってみたいな。やったらちょっと面白いかもしれない。面白そう。例えばなんだろう、清正と三成本当に仲が悪いかどうか。悪い説で、まあ、仲は、もともとは悪くなかった。あ、まあ、あれじゃんじゃん、あの、やはり同じ子飼いとしても、まあ、そこに関してはな、お互い、まあいいところがあるというので、まあ、思ったんだけどよ。年を得るにつれてよ、秀吉様が天下を取ってから、もうわしらが戦ばかりする者たちのな出番が少なくなって、政治をな頭が回るやつらの方をな重宝するようになったで、まあ、ちょっと嫉妬もあったわな。嫉妬もあったし、まあ、やはり決定づけたのはやはり出兵だな、うん、出兵際にはめられた上にな。まあじゃあ三谷もな、大層のな仕事したって言ってな、うん、あの時はな非常に大変な役回りになっとったんでな、で結構いろんなケツ吹いたって言ってたけど、だからわしが見たいのは実際に陣所とかで清正と三成が一緒に座っとったらどういう会話するのかみたいな、そういうのを隠しからくりでこう見ながら、わしが解説する。あの、なん、あの、清正と三成仲悪い説って言って検証するって言って、これで、わしが見せないとしたら、こう、バッて座って、で、ここに多分天台、机があって、あの、みたいなのをこのカタクリでわしがこう見とって、いやーこれ仲悪いなみたいな、わしが書いてる。
あ、残念ながらこの現世には石田三成は蘇っていないらしくて、そうだな、小西殿も蘇ってるってことで、そういうのやりたいな、なんか、なんか面白そうじゃないか、なんか説、小西殿だったらやってもいいな、小西殿だったらやってもいいな、あるんである、機会が、だって、なんじゃろう、他に、あ、例えばな、家康殿がタイの天ぷらで死んだんだよな、本当にタイの天ぷらに死ぬかどうか実験してるんで、あの家康殿が人生を変えてきて、で、帰ってきて、で、ど真ん中にタイの天ぷら置いてあって、それをこう軽く煮込む場所に取って、そのタイの天ぷらには猛毒入れたの、猛毒即死か、即死か食べて、うわーしない、あの説は立証されたって言ってそれ猛毒入ってたら死ぬわ、そああ、そうそうそう説を立証するのやってみたいな、いろいろできそうじゃんけど、いろいろあるから、トシエ様だったらおじきじゃったらなんだろうな、あこの右目の下に矢が刺さったかどうか説また演舞やってるさなかに、演舞やってるさなかに誰か弓引いたらパーンって言ってブサッと刺さってもおじきが演舞を続けれるかどうかこれ誠かどうか続けるだろ、続けるだからそれを検証するのよ、検証するのよ、説を解明せんと、やはりだからこれは歴史上の史実を確認するということよ、あ、まあ、他にはこの信長様と秀吉様で、この秀吉様がこの温めるとか、あ、そうそう、わらじを置いといて信長様が、川合に行きますって言い出して、わらじパンってやった時に秀吉様はそのわらじを見て懐で本当に温めるかどうかみたいな、で、温めてパンって言いながら自分もこうやって可愛いで終わってそのまま帰ったら、これは嘘だそう、これどうよ、これ面白いと思う、面白いな、隠し撮りは面白いから、隠し撮りってもうわし結構好きだから見たいね、あ、それやってみたいな、そうだろ、他にも何だろうな、他何だろうな、隠し撮りか、何かの企画でやらんかな、隠し撮りなあ、やったら結構面白そうじゃけど、説、他何があるかな、みやみやなんか思いつく、この説、解明してほしい、翔平も雨男説、いやでもそれもう決まっとるんだ、あかんわ、この天気を見よう、それはな、もうな、事実、それ事実、揺るぎなき事実、翔平も雨男説、それ事実、それ立証せんのあ、清正石とか、清正石、清正が運んできたかどうかをやはりちゃんと確認しよう、それは知らないで、あ、言ってしまったらダメだ、もう書いてあるんだよ、バーンって何か面白い、なんか清正本当に2ヶ月28日で石垣積んだかどうか、もう一回一からもう一回一からもう一回一から積んでもらう、1日目っつって2日目3日目っつって全然動かんのって言われてる、1週間目、お、動きがあったっつって、やっと各兵来たぞっつって1週間目にしてっつって各兵登場っつって、あの清正様ってどのようにですって、幕張れっつって幕張って1ヶ月後、なんと半分出来上がるみたいなすごい、何をしたのかみたいな、で、この毎回この夜になると宴あるけど、毎回わしはこのな、銭を見てこうもう熊、肥後の国の財政がもう悪化しすぎて、いや、そうだよ、まずこの名古屋城じゃ自腹でな、助かる、いや、すごいぞ、名古屋城、あの、普請担当した西国の大名たちの国々はほとんど赤字で、もう大赤字よ、名古屋城だけじゃないかな、みんな江戸城とかもな、あの、伏見城とかみんなやってるから、もうすごい火の車よ、まあ、なんで自腹なんってなったけど、もう徳川むちゃくちゃだよな、まあ、意味があったんだよ、すごいよな、だっていくら戦に勝ったからって言ってもうこれ出すけど城建ててくださいって言ってめちゃくちゃだよな、今考えれば、いや、もうわしの周りもブーブー言っとったよ、もうだって、そうそうそう、福島さないでもなんでな、タヌキの息子のためのな、城建てのはならんのじゃって言うとって、そしたら 池田がずっとてんてんてん、多分池田家ずっとこんな顔しとったなんか言いたいんだけど言えない顔そしたら清正がな、かっこいいこと言う、まあそんなこともありながら名古屋城ってできたんだよってな、実はいろいろな、男たちの福島正則が、もし蘇ったらやりたいよ、福島正則、誰とでも酒勝負するか説か、一般の者が、一般の者が歩いてきて福島正則がここにおって、わしが正則だとするだろ、これで正則がわしがおるとすると、一般の者がこうやって歩いてきたら、
おい福島って言ったらあーってなるだろ。あのちょっと勝ちに来た時においちょっと先勝負しようぜって言ったらおおかかってこいやっていてやるかどうかやるだけそれをなちょっと立証したいね。本当に戦う、そしてなんなら槍本当にかけるかどうかいいぞっつってわし負けんから槍かけるわって言ってあいつはやる。いやー見たいね、そういうの面白いぞ。絶対にやる。誰とでも先勝負な、受けて立つくつで、記憶がないっていうあれ飲みすぎよな、ただ今日さ、やりとこ行った。いやあげてたの、負けてただの飲みすぎよ黒田はバカにしすぎなんじゃて、あのものはでな、この酔っ払った勢いで自分の家臣切腹命じるんだって、あいつは。あすごいわな、その後にこう自分はなんで落としてしまったんだっていう。ああ、あとはなんじゃろうな、両兵衛本当に頭いいか説とかやってみたいな。うん、半兵衛と官兵衛が本当に頭いいか。いかなんかセンター試験とか受けさせて受けさせてもらってよ両兵衛にで、それがあの70点以下しちゃったらちょっと立証されない。ちょっとあれだろ、このいや、両兵衛じゃったらいけると思うよ。もうそんななんか文章で解読できるんじゃないの、なんかそういうだけで攻略を見出してなんかな、このな計算とかはちょっとあれじゃないか。あ、そう、計算はちょっと難しすぎる か, かおそらくは。そうか、計算はなちょっと難しい。でも国語とかじゃったらな、それこそ満点とかな、いけそうな気するけど、いや、味も強いし、いけそうだな。両部頭いいするあと何だろうな、何だろう、なんか面白いのないかな。秀吉様、あ、ちょっと難しい。あ、秀吉様はかつて、まあ今もそうじゃけど、名古屋大好き、秀吉様、名古屋大好き。それはどういうことじゃ、この、この名古屋の道端に秀吉様を置いて、ちょっと見て。秀吉様、秀吉様、おなごに誠にナンパするかさです。名古屋で名古屋の町に秀吉様をどっかに、例えば栄えパルコに行ってください。秀吉さんパルコ行かして、ずっとこう隠しでこう見とって、秀吉様が一体何人にナンパするのか、そのそしたら意外と誰にも声かけられない。そのこう、そう、おはやさんだーって終わりっていう。ちょっと否定できない状態。いやーでも秀吉様であったら果敢に攻めていきそうな気もしないでもない。いやいや、なんか面白い。なんか、あ、でもこれわしやってみたいな、このあの、戦国武将誰が一番ナンパがうまいか。で、あの、門から出た瞬間に始まって何秒以内に女子を捕まえれる。自信あるな、どれぐらいの速さで茶会に引き連れるか。茶会来んかって、そこから声をかけて行くかって言ってから、こうこれであの何秒かかるか。いや、無視もされると思う、多分現世の女子に。あなや待たれよーって言ってた。無視もされると思うけど、引っかかった女子に。そこにね、待て、ちょっと話しなきゃ聞いてちょうって、ちょっと滑稽な姿見えるけど、戦国武将が一生懸命ナンパする。警戒しすぎだろう。確かにこの学校じゃったらな、警戒されるから。そうじゃ、やはり我らもうこの見てくれじゃから、やはり初見のものではまあかっこいいと思うものおれば、やはりちょっと危なそうと。ああそうだな、多いし、どちらかだわな。いやなんかそこをな、面白そうじゃん。戦国武将にいろいろなんかやらそう。やらす、やらしてみよう。なんかやらしたら何か起きると思うじゃん。番組できそうな気がするけどな、現実。いや面白いと思う。戦国武将で甲子園と面白そうじゃん。なあ、面白そうじゃん。でも選手入場って言って入ってきて、あの、小田家っつってこうやって小田家っつって前田家っつって、だって前田家はもう香川北陸代表でこう出てこればいいからそれぞれの国で出てきて、確かにな。で、兜取って、よっしゃーっつって言って兜帰って、槍か刀どっちか選べってな。よりゃーっつってこう、やっと槍のが有利だね。いや、難しいぞ。お、出遅れるかもしれない。重たいでやりはな、刀の方が早く、なんなら弾切れるかもしれない。いや、まずその以前にこの持つものだろ、もうその首跳ねてしまうの、長さだどうなるか分からんけど、やってみたら面白いと思うけどな、私今野球なるものがな、今現世でな、すごい盛り上がっとるけど。
面白そうじゃけど。で、解説カズノスケ始まりましたねー、わしょーいって書いてあるから実況解説カズノスケ、ゲンさんのスポーツ大好き。あのものが相撲でもな、相撲は分かりやすいから。あ、昔からやっとるんだな、我らも。相撲なんて今全国の武将隊で大博覧会とかやったら誰が勝つかな。もうそういう、なんか本気で決めるときになったら本気でやるけどな、わしも絶対に。誰が勝つと思う。でもな、トーマは強いぞ。あやつ一回カズノスケとやって、カズノスケ鼻血出たからな。塩分の時に塩分の時に誠にやって、西の終わりで鼻血ダーン流したカズノスケやられて。でもな、カズノスケは弱すぎる。あやつ軽すぎるから、フッてモテるから、誠にあやつ軽すぎて。あ、野球だな。野球面白そうだけどな。あ、まあ、やり投げやろう。やり投げ。ああ、やり投げか。やり投げすごいくんじゃないか、わしら。しかしながらな、我ら武将というのは、槍を投げるということはな、戦を放棄することでしょ。さよさよ、戦を放棄すること。でも、まあ、やっとったことじゃからいけそうな気もしないの。あとなんじゃろうな。なんか向いてる競技ある。ああ、アーチェリーだ。ああ、アーチェリー多分わしらなんならオリンピック出れるかもしれん。五輪五輪に出れるでもあるかもしれない。やらしたな。代表、日本代表前田圭司っつって、474歳初めてのオリンピックっつって多分出てくるときに異国のものがざわつくのを474歳ここにいな。どういう、そうそう、ここに多分わしがこうなんかこう背負いながら、弓を背負いながら出てきたときに、あの、前田、あ、ケイジ前田とか言うの。エイジの前田、470。え、どういうこと、どういうこと。入れ立ちがもうしっかりしてて、パーンいったら真ん中トーンいくから、すごいぞ、あの474歳。間違いなく、全世界で、このバッとなる。多分もう、カーラ版で取り上げられるよ、一気に。すごい舞い込みよ。それこそ名古屋おもてなし部署で世界に発信するよ、一気に。それ目指してやってくれ。だからわしらが五輪に出るようになったら、それこそ名古屋世界一に出るようになってるな。一番近道かもしれない、もしかしたら。わしらが五輪だ。あれもあるわ、馬に乗るやつもあるじゃん、確か。乗馬のなんかあるわ。やぶさめではない。やぶさめじゃない。なんか馬乗って早さ来たのか違ったかな。馬乗ってのは乗馬でやる。え、なかったか。なんか馬乗るやつあるよな。やぶさめか。あ、やぶさめちゃったか。なんかあるわな。あの障害物超えるやつか。ですかな。あれやるとか、あとなんじゃろ、わしらが今すぐ五輪に出れそうな競技。わし、あのピョーンって飛ぶやつできそうじゃん。え？こう棒使って、棒高飛び。刑事なの。なんだそれは。え、なんじゃ。え、やられますか。いや、それではできんじゃろ。それは無理だ。弾力がないと無理。弾力がないと。槍が俺も。昔槍もな、そういうものにな、顔超える子の。ああ、まあな。使っとたりしたけど。まあ、顔はな。黒金じゃったから。便利だな。物干し竿にしたりな。あと何があるかな。相撲は五輪ではないのか。違う。相撲は五輪じゃないのか。相撲は五輪じゃないの。柔道。あ、柔道ある。柔道もいけ、無理か。なんかすげえ強そうに見えるもんな、現世のものだし。体でかいもんな、現世のものが。もうそれこそどこぞの国のもう一番強いものの本田忠勝のような、いじらすようなものばっかりだから。水泳はどうじゃ。いや、水泳早いですぞ、現世のもの。我らはこのようなな、あ、だって泳ぎ方が違いますか、ひよい様、現世のものは。何、甲冑でやるの。現世のもの、こうやって、ちょこうやって、ふわーって。で、なんなら、上向きならこうやって当たるんですよ。なんじゃ、その英語はっていう。で、一回潜りながら、こう、これもなんかすごい、なんか、カエルのごとく、もう、ものすごい綺麗に泳ぎますよ、ひよい様。わしゃ、あれやってみたよ、これです。あ、こうやって、これだね、これだね、違う、これ。こういう、え、なんですか、それ。あるじゃろ、こう入った瞬間。え、じゃあ入った状態でやってみましょう。入るぞ。はい、はい、ピッ。ちょっと待って、あ、もう取れません。もう天下無双の誉れ取れません。行きます。行きます。あの、レディセイ。ピッ。こうやってやるじゃろ。バサロキック。なんかいいよ。なんかいいよ。
なんかいねえ。あ、あれでございますか。あれですな。ひでさん、ひで様、あれですな。あれ一番流行ってる泳ぎ方ですな。一番流行ってる泳ぎ方。違うもん。あれは一番もうあれです、当世の泳ぎ方ですな、それ。ドルフィンってやつ。ドルフィンな。そうじゃろ。はい、水泳やっとったもの、いない。いや、チラリ掘られた。あちらのワッパーでやったり。ああ、ねえねえねえ、おぬし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 、こうやってやるやつってあれ、ドルフィンっていうの。違うの。多分バスケットボール。そっか。バスケットボールやつ。どこから来たんだ。多分バスケットボールさ、あやつ。多分愛知県大会バスケットボール選手。終わり朝日から。今日何しに来たんじゃ、遊びに来たの。いや、秀吉様の救いの手を差し伸べとるのよ。あ、そこでどうだった、勝ってた。でもなんか負けた、惜しかったな。でもあれいいかもしれん。この名古屋城には武将がおるで。勝ち戦がある。知っとった、名古屋もてなし武将隊。歩くやつ、歩くやつ。いや、ぜひ今日覚えてきちゃうよ。わしらのナンバー歩きだよ。わしの名前は歩くやつ。早いかもしれん。早くねえ。おせえ。ええとに秀吉じゃん。おせえぞ。覚えてきてよ。おせえぞ、来ました。前のみねえだけだぞ。おせえぞ。息あかったの。いやいや、体力のぞってきちゃうけ。しかしながら、他は、あ、甲冑を着て何百メートル走で。それある競技で、甲冑着て何百メートル走。ないだろう。いや、我らがやるとすれば。ああ、わしやかな。甲冑着なかんの。ですな、着物でええではないですかな。着物でええでしょ。私立だけありませんか。教育のやつ。いや、今甲冑も甲冑も今ちゃんとアンドンバカマだけではないから。あ、それはアンドンバカマこうやってやらないかんけれども、馬乗りがある。馬乗りがあるから、今の時代は動きやすいやつが。それはもうだって今アンドンバカマみんなこうやってやらないちょっと嫌だろ、それは。やじゃやじゃ、わしは嫌ですな。わしだって、わしだって演舞するときにちょっとなんかあの天下統一の前とかでわしと清正走るとこあるけど、あそこだってこういうとこでこういうとこで走って、こういった時にすごいやつがポーってちょっと嫌だろ、そこダサいの。のえ、でもわし着物も金属あるえ、なに、え、裸裸裸裸またそういう下の方に。なぜ裸体裸で走らなかんの。こうやって扇でそれ秀さん最近流行りなんじゃないですか。だーって言当世の話題、アキラ 100% だと思う。そうなるだろうな。それ当世の話題です。当世の話題。あ、秀さんの扇ってそういうものだったの。違う。価値が下がり、もうどういうことじゃん。顔隠すな。いや、でもあのピチッとしたやつあるでしょ。ピチッとしたあー、ございました。ピチッとしたやつ、もうすっごい薄い袴で。あ、そうそう、それ着るわし。いや、清正とそろってしまった。なんで言うの。いや想像いたしました。秀吉様、お似合い、何でも似合います。秀吉様、何かお言葉ですが、違うかな。清正でも大丈夫よ。秀吉様、やはり財がございますゆえに、お長自身のもう一番もう特注品、一番もうかっこよく見える大きさをもう頼まれて、それ着れば もしや金色で一式に。あ、そうじゃん。達成。金色でこれぐらいの丈で。ダサ。秀吉様、もう言葉が漏れましたが、ダサすぎますよ。マッキンキンはもうあれですよ、今大道芸でありますけども、金粉の手当たるもの。そんな感じになりますよ。元祖でもじもじくんというらしいです。ちゃんと頭までかぶってくる。秀吉様、良いのですか、それで。太后様、良い黄金大好きだよ。半身の袴履いてる。帰ってきたな。あ、お待たせいたしました。よいぞ、腹が減ったな。いえ、正左衛門行くぞ。いや、右です。正左衛門。左じゃなかった。左じゃなかった。正左衛門誰ですか。正左衛門。斜めではございません。斜めではございません。正左衛門、何でも名前変えれる。便利じゃな。便利よ。便利ではございません。便利な名前だな。別人でございます。別人なの。さあ、では帰るぞ。はい。なあ、明日は名古屋城にもなあ、信長様を筆頭におるし、旅祭りも行くでな。我らですな。そう、あと、お主のあれがおるよ。娘でございますな。娘、違うな。まあ、娘もおるし。半身が。半身もおるしな。はい、なあ、ぜひ。あと、神戸。
神戸屋おります。神戸屋会いたいね。あと父さんも来ております。ひどい様父さん下おらん。え嘘じゃろ、おらんの明日。明日おらんの。マジどんだけ楽しみにしとったの。明日おらんの。絶対思ってなんだろ。本当なんだろ。悲しみよ。こっち来て謝れ、みんなに。何なんですか、何なんですか。感情がこもってなかったことは。いやいや、思っておりました。去年、あと年、コーチたちに参っていただいて行ったな、行ったな。はい。で、またこう、会えるのを楽しみにしておったのに、会えないとは、でございます。ハウトつな。分かった、なんかあるか。分かった、お主のせいでもう土佐行けんくなっとるんだ。あー、違います。だから帰ったのか、翔衛門来るから。いや、違います。翔衛門、おい、翔衛門帰るぞ。秀吉様、秀吉様、早く締めをお願いします。グレイじゃない。グレイじゃない。さあ、ではまあ旅祭りもあるし、ぜひ本当に父さん来んちゃうよ。それではまたおさらばじゃ。ありがとうございました。ありがとうございました。父さん来んのじゃん、明日。こもっとるんですよ、わしは。こもっとるんです。